はい、本日は鈴木康次郎投手、こちらの映像は1977年9月3日巨人戦で王選手との、ね、対戦の様子でございます。鈴木康次郎投手といえばやはりこちらの、ね、王貞治選手との対決が有名じゃないですか。王選手ハンク・アーロンの755本のホームラン世界記録に並んで、次出れば756号は世界新記録というね、その記録がかかったゲームなんですよね。当時はねテレビで見ていてもね、なんか敬遠気味のねフォアボールで逃げるピッチャーが多かったわけなんですが、ここは勝負、これ見事ライトスタンドへ756号、王選手ホームラン世界記録達成の瞬間でございます。やはりね出ましたね。鈴木としていえばね、やはりねファンの方には申し訳ないんですが、あの王さんに打たれた756号、世界のねホームラン王新記録の場面っていうのがねどうしてもね登場してきますよね。そしてですね、なんか打たれたピッチャーにはねサイパン島へペア旅行というのがあったらしいんですけどね、やはりねそこは見事に拒否という形なんですよね。鈴木投手は茨城県出身で、磯原高校から社会人野球日本工業日立へ進まれ、1972年ドラフト5位でヤクルトの、当時はアトムスと言っておりましたが、入団されたわけなんですよね。そしてプロ入り3年目の1975年初登板を果たすわけで、76年には中継ぎメインで43試合に登板、2勝5敗1セーブ防御率 3.61 とプロ初勝利、そしてねプロ初セーブをねマークしたわけなんですね。そしてね77年あのね756を打たれた年は先発ローテーションいたしまして、37試合で初の2桁14勝9敗 3.67 のね成績を残されたわけでございます。当時は左のこちら安田投手が77年は17勝、そしてね78年は15勝、そして右のエースこちら松岡弘文投手は77年が9勝、そして78年が16勝とね、鈴木康次郎投手はこの2人に次ぐね同定3番手のね活躍をされていたわけなんですね。そして78年ヤクルトスワローズがね初優勝した年にはですね、37試合で13勝3敗1セーブ防御率 4.11 の成績で、安田そしてね松岡と共にヤクルトスワローズ初優勝にね貢献されたわけでございます。こちらの角度のね映像っていうのもなんか懐かしいですね。なんか昭和っていう感じしますよね。シビン選手に、ね、ヒットを打たれたわけなんですが、ここは見事河野選手をショートゴロでダブルプレーに切って取りましたね。そしてねツーアウトながらランナー1、2塁のチャンスで、ここ代打は、ね、山本浩二選手でございます。鈴木投手の一番の武器はねシュートなんですけどね、まあ、ご本人がシュートっておっしゃってるんですけれども、あの受けてるねキャッチャーの八重樫選手はですね、あのシンカーっておっしゃってるわけなんですよ。あの756号の時のねあの打たれた時の記事っていうのがねいろいろあって、それぞれね書いてあるのがシュートとかシンカーとかって書いてあるんですけど ねよくよく考えたらね、まあ、シュート回転するわけなんですけど、それがねなんかどうもね落ちてくね軌道にある球みたいなんですよ。だからねご本人はシュート、キャッチャーはシンカーって言われてるんでしょうけどもね、まあ要はねシュート回転しながら押していくシンカーといえば一番いいのかな。そしてここ代打の山本浩二選手をね歩かした後で、これ懐かしいですね、背番号7赤手袋の柴田勲選手でございます。ツーアウトながらフルベース、ここは柴田選手をファーストゴロね打ち取って、見事ピンチを切り抜けたわけでございます。そしてその秋の日本シリーズ、阪急ブレーブスとのね対戦では第3戦西宮球場で先発をするわけでございます。そしてね1番の福本豊選手がまずこれねヒットで出塁するわけなんですよ。いやーやっぱりね1番バッター、それをね福本選手というのはねもう全然ね嫌なバッターをね出しちゃった、もうランナーとしてはね最悪という感じなわけなんですよね。福本対策してたわけなんでしょうかね、ここは見事に福本選手盗塁を決めるわけですよね。ノーアウトながらランナーセカンドスコアリングポジションにランナーを置きましてね、2番美濃田選手何でもできるが、ここはセカンドゴロ、見事な進塁打でワンアウト三塁という形を作りました阪急ブレーブス。これあれですよね、阪急のね得点パターンも何回も何回も言いましたかね、強い阪急のねこのパターンなんですよ。そして3番加藤秀治、普通ね犠牲フライ多いんですが、ここはセカンドゴロでねまず1点を取る、まさに阪急らしい点の取り方でございます。そしてその後にですね3回に1点、そして5回にねまた1点を取れ3対0とビハインドの、ここで見事スクイズを外すわけなんですよね。もうね3点以上というのはねやりたくないですからね。
これなんかしてましたんですけど、アウトですね。鈴木投手はね、5回をね、3失点に抑えるわけなんですけれどもね、阪急ブレーブス、芸術品、ベテラン、安達の前にね、ヤクルト打線が封じ込められるわけなんですよね。こちら最後のバッター、大杉もね、打ち取られましてね、見事5対0でね、阪急ブレーブス、安達投手完封でございます。鈴木投手ね、この日本シリーズは第6戦にも先発されるわけですかね、3回に打たれまして、この日本シリーズはね、2敗というね、成績に終わっております。そして優勝しました翌年79年は8勝にとどまりますもね、80年にはまた2桁勝利、11勝をね、マークされたわけでございます。そして81年9勝、82年7勝というね、ちょっとね、2桁に届かない成績が続きました。82年のオフにですね、柳原選手とともに、こちらの近鉄井本貴史投手との交換トレードで近鉄バファローズへ移籍することとなったわけでございます。近鉄ではね、ヤクルト時代の先発と違いまして、こうやってね、ピンチになりましたら出てきます。まあね、リリーフ抑えで活躍してね、見事ね、こうやってね、こう火消し役をするという感じだったわけなんですね。移籍1年目は42試合で5勝1敗14セーブ 2.28 の成績を残されましてね、翌移籍2年目の84年は46試合で5勝4敗18セーブ 3.10、 そして移籍3年目の85年は47試合で5勝2敗12セーブ防御率 3.00 でね、なんと84年の18セーブ85年の12セーブというのはね、パリーグね、最多セーブ数だったわけでございます。ただ当時のね、最優秀救援投手賞というのはですね、今ならセーブ数が一番多い選手じゃないですか。当時はですね、セーブの数とね、救援勝利の数をね、足しましてね、セーブポイントと言ってたんですけれどもね、84年はですね、25セーブポイントの阪急山沖投手が、そしてね、85年はね、チームメイトの石本芳明投手が26セーブポイントでね、最優秀救援投手にね、輝いていたわけでございます。そしてね、86年には21試合で2勝1敗 4.37 という成績でね、この年で引退をされたわけなんですがね、この引退の理由につきましてね、当時ね、チームメイトだったね、こちらの金村義明さんがですね、まあ引退された後にですね、なんか乱闘があった時にね、こう鈴木投手もね、殴ろうとしたらね、パンチが空振りしちゃってね、右肘が伸びてしまってね、それが原因でね、引退と言われてるんですが、ちょっとそこを持ってんじゃないのというところはありますけどね。鈴木投手、通算成績は414試合で81勝54敗52セーブ、防御率 3.68 の記録を残されております。そしてですね、鈴木投手はですね、引退された後ね、なんとね、社会人のね、軟式野球でね、プレーされておりましてね、なんと1995年のね、福島国体に出場されてね、登板もされているんですよ。ちょっとね、ここはね、元プロ野球選手としては珍しいね、経歴ですよね。本日はヤクルト近鉄で活躍されました鈴木康次郎投手でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。では